はい、どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけでね、エルデンリング続きやっていきましょう。ああ、長い長い道のりだ。いつまでやればいいんだ、これ。ここから下降りると、ガラス片。ああ、でもこっち来れるんだ。あ、これで開けれるわ。手間かけさせやがって。この穴が正解か。お、ゴールっぽいぞ。よくやった。おー、なんか澄んだ水だ。え？壺？なぜ壺？エレベーターだな。よいしょー。これは、儀式壺の生肉団子。ああ、なぜ壺なんだろう、ここで。そういえば、アレキサンダーだっけ？なんかそういうのいたよね、壺で。どこいただろう？下なんだ、上が有効って言うといて。おー、祝福。この下は、奈落の底っぽいかな。ボスなく祝福なんだな。てっきりここのボス行って祝福だと思っていたんだが。ここはなんだ？意味捨ての底。底なんだもん。これが、うわ、なんか、地下墓っぽい雰囲気だな。霊墓っぽい。うわ、霊墓やん。なんだこれ。ちょっとティッシー準備だけしといて。うわ、やばそうな雰囲気しかない。すぐ呼べ。イミコモーグ。あれお前見たことない。あれなんか見たことあるぞ、お前。やっぱお前あれやん。ニーヒルやん。なんでいんのお前前倒したやん。またやんのお前と。でも名称は違うよな。火力高いなぁ。半分切ったらまた強制出血してくんの。めんどくせえな、それはそれで。あーっと、そうだ。どうせだったら一個気になるのがあるわ。前回メモリーストーンが増えたから、新しい記憶。ここら辺使えない。あ、神秘いるんだ。神秘12か、そうか、いるのか。それにしてもなぜイミコモーグ？モーグウィンではなくモーグなんだな。半分切ったな。出さないな、あいつ。強制出血。ニーヒルしないな。はい、終わり。ティシーと同時に倒したぜ。でも全然喋んねえ。お。イミコモーグ。あれ、じゃあ別人なんかな？遅延の結晶？一応祈祷だ。血の君主の分け与える力、血明祈祷の一つ。前方に血血の創痕か。創痕生じ次の人が爆発する。ああ。でもやっぱり血の君主だな。神秘か。また神秘だ。これは？何これ？お。黄金樹の恩寵1。黄金樹の恩寵って。黄金樹の恩寵、最大 HP、スタミナ、装備重量増加。強いな。ありだな。というわけでレベルアップかな。とりあえず持久力高めるか。待って、ここはじゃあこれで終わりなのか。おお、あったし。びっくりした。なんかこの奥とかあんのかなと思ってジャンプしたらあったし。めっちゃびっくりした。なんかたまにダークソウル3とかでよくあったからさ、そういうのが。これはなんだ？生きてるのもいいのか。何これ？めっちゃ。気持ち悪いんだけど。何この死体の山は。すげえなんかオーケストラみたい。なんでこんなマジでオーケストラ流れてんの。これ多分ショートカットでこっから飛び降りればいけるんだろうな。何、俺は安全策取りますけど。思ったら安全策いけなかったわ。軸を合わせてこの辺。オッケー。神聖な音楽。アップね、ロック音でちょっとずれた。あ、でもこの人たちが演奏してんのかな。え？こっから降りろと。もしかして。こんなことあるな。道ないもんな。から降りて、危ない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 。これこっからどんどん降りていけってこと。超きつくね。いや無理。あーさあ、ここ降りちゃいけんよな。329かな。ごめん、1間違えたらごめんね。今ちょっとカウントがね、結構あやふやになってるわ。とりあえずもう一回死んだらやばいから一回戻ろう。例えばなんか解放したよな、前回。なんかある。外壁の堀でお前を怪我してやるぞ。何、どこそれ、どこよそれ。外壁の堀って、例えば前回なんか魔術師かなんかでセレンがなんとかって言ってなかったっけと思い出したんですけど、どうだったっけ。一回行ってみよう。さてセレンさん、こんにちは。よく来たな我が弟子は。さあ授業始めようか。あ、アズルの魔術見せるだろう。やっぱあるよね。なんか頼まれた気がしたんだよな。おお、その魔術は我が弟子よ。見えたのだな。アズル氏は最初の奇跡魔術師、私の最初の人だった。奇跡魔術師って言いにくいな、すごい。お前は認められたのだよ。あの、厳格なアズールに。え、話して手開いただけだけど。それは素晴らしいことだ。後でゆっくりと話をしよう、我が弟子よ。お、話とは？私がレアルカリア学院を追放されている頃は覚えているな。この理由は、私が奇跡魔術の源流のその復興を志したからだ。カーリア王家を受け入れ、これ抜きとなった、なんだこれ、戦学、医学、なんだこれ、陰気なき、真摯な探求としての奇跡魔術を私は望んでいるな。そのために、伴う犠牲を何とかなったな。我が弟子を強制はしない。死者とは必ずしも同じ道を行かぬものだ。だがそれでも私はお前に願う。我が弟子を奇跡魔術のその源流の復興を手伝ってくれないか。私と共に歩んではくれないだろうか。いいよ、別に。そうか、ありがとう。嬉しいよ。地区を得たのは久しぶりだろうか。やはり死が良かったのだな。ああ、お前に頼みがある。
わかるしよ。お前に頼みがある。最初の奇跡岩術師はもう一人、ルサとしてだ。アズル氏と同じように学院までどっかに幽閉されている。わかるしよ。ルサとしては走らなくない。奇跡界から死を閉じ込める障壁を越えられるはずだ。奇跡岩術の原理を復興するために必要なのだ。星の子に。最も近づいた、その体がな。ルーサとの手がかり。うん。故郷を追われたと分かっている。エリットの東にあるサリアの町にいた。それに、先ほど私た奇跡界を持っていたのはサリアの町だった。あの町の近辺に幽閉されてると考えたかった方だろうな。ほうほうほう。一個さ、奇跡鍵で思い出したんだよ。どこだったっけ？隠し洞窟だっけ？ずいぶん遠い昔の記憶だから曖昧なんだけどさ、なんかいっぱい水晶があって、そこを足場にして乗り継いでいくところの下になんかあったんだよ。確かなんかこの下とかそこら辺だった気がする。そうそう、ここここ。ここになんかあったなっていう記憶はあったんだけど、どこで使うんだろうっていう。これか。調べる。ビンゴー。アリアの封印鍵を使いました。ここにいんのか。ルーサットだっけ？これがルーサット。何？みんな頭がなんかそういう宝石になってんの？奇跡魔術師って。話しかける。あ、あんたも手をなんか出してくれんの？俺知力ないっすよ。ゼロですよ。お、滅びの流星。汗びと先生を目指せ。滅びの流星。対象に向かって飛ぶ十二の暗い流星を放つ。伝説の魔術の一つ。ルーザットの垣間見た源流は偉大なる聖断、その終焉の瞬間であった。その時、彼の全ても壊れてしまったと。はあ、視力が9の俺に、そんな伝説の魔術を渡してくれたな。というわけで一旦戻るか。はーい、先生。見つけたよ。我が弟子よ、後で少し話をさせてくれ。すまないが、お前の願いがあるんだと。願いについて。今、お前の前でこうして喋っている私は幻だ。私の体は別のところにある。学院の制約により、そこを動くことができない。狭間の南端、すすり泣きの半島に私の体はある。あるね。霊廟が歩く平原の先、マリカ教会を下った廃墟に囚われている。わかるでしょ。そこまで。来てはくれないが、お前に託したいものがあるんだ。ああ。で、ルーサと居所を伝える。そうか。ルーサとしては、そんなところにな。感謝するぞ。きっと、お前にしかできなかったろう。お前が弟子となり、そして、チコとだ。チコでよかったよ、これ。チコとなり、本当によかった。これはせめてもの礼だ。取っといてくれ。何？あ、成功のかけらか。これで段階は一つ進んだ。アズール、ルーサと両親の体を学院にお迎えできそうだ。あんたが運ぶの、あの人。あとは、いまいましい制約さえ何とかなれば。あ、願い。あ、オッケーオッケー。じゃあ行きましょうか。さてと、こうかな。の家に何本か矢を受けてしまったが。はい、いました。話しかける。我が弟子よ。よく来てくれたな。意識共有してんだな。あ、待って、幻ってたもんな。制約のせいで手間をかけさせた。お前に託したいものがあるんだ。受け取ってくれ、私と。元気石よ。星が落ちたとき、我が運命をまた動き出した。私は殺されるのかもしれず、その前に、お前に託したかったのだ。私自身よ。あ？元気石を受け取る。ああ、どうやって受け取るの？え、何してんの？え、シリコ玉的なそういう感じ？魂抜く的な？すげえ苦しそうだけど。何元気石って？魔力タンクみたいなそういう感じ？セレンの元気石。ありがとう。我が弟子よ。それは、私自身だ。どうかよろしく頼む。ほほう。それは私自身だと。元気石。元気石とは魔術師の魂である。その古い体が死した後に、相性のいい新しい体に移植すれば、魔術師は蘇る。我が弟子よ。おぞましいと思うか？ああ、魂は一緒でも、体が違うとそれは本人と言えるのかみたいな、そういう話かな。では、一旦戻りまして、いないし、魔術師を目指せ。あ？すいません、師匠。誰？あ、あんたあれやん。ラダーン城にいた人やん。おー、お主か。祭りの医者と意外なところであるもんだ。まさか、セレンの関係者か？だが、いずれにせよ、この女は死んだ。もう忘れることだ。この女は塊の魔女。源流思想に受けり、数え切れの魔術をその手にかけた。レアルカリアの学院史上最悪の役者だったのだ。おー、そうなの？だから少しおかしい。この女はまるで魂を抜けた抜けられないのだと。チェレンの本質はまだどっかに行きたみて。いつか別の体へまた現れるのではないか。不潔だが、そう覚えてなるのだ。持ってますけど。師匠。あ、そうかそうか。わかったわかったわかった。そういうことね。そうそう、そういえばさ、セリブスのところにさ、実験のなんか区別とかあったんだよ。そこになんかセレンいた気がするんだよ。それだけ見に行こう。違ってたらもう知らない。ここにいる。そう、いたいた。これこれ。めっちゃ、師匠っぽいんだよな。あ、元気石移植する。できんの？あ、できた。今度は埋め込まないんだ。生き返った。わかるですよ。随分と久しい気がするな。半分も経ってない気がするけどな。ありがとう。お前のおかげで、また新しい体を得ることができた。あれ？声変わった？
体が違うから生体も違うのか。これは良い体よ。若く健康で元気的にもよく馴染む。それに今や忌々しい制約もしながら忌々しいなんだ。やっと学院に戻ることができるよ。あれなんかな、学院で呪いかけられてその体がキーなんかな。アーリア王家を廃し原理を復興するためにな。我が弟子よ、全てお前のおかげだ。もう一回労働を挟むといない。我が弟子よ、私は学院に戻る。カーリアの王家を廃し源流を復興するために。どこいんの？カーリア王家ないもんな、どこにも。おっと、あった。なんだこれ、貧しいセレンの敵対者として召喚されますか。え、こっちは、あ、あれか、メリセントみたいなもんか。なんかいろんなところ学んでいろんなとこ行ってみたんだよね。この学び屋の一室とか討論室とかさ、いろんなとこ行ってないから、まあ一応ここを持ってみるかって戻ってみたらいたわ。ここなんだ。ちょっと協力者として行きましょうか。めっちゃ探したわ、30分で探したわ本当。さて協力者、おお、セレン、ジェレン、私の使用、栄養よぞ。お前のおかげで制約はもう私を縛ることはない。フラエ黄金律ビーム斬撃、あ、外したわ。黄金律ビーム、いい斬撃だ。シャーキーン、いいね。よいしょ、終わり。強いな師匠、そんな魔女といっぱい使えるんだ。いいな、羨ましいな。魔女狩りゼーレン、魔女狩りなんだあの人。元の世界帰ります。弱かったな。お、リアルカリア、お、あ、磁石、寄宿騎士、なんだこれ、なんていうのかわかんねえわ。まあジェーレン装備か。東京通らせた騎士ジェーレンの装備、老いたヒゲ面の仮面。あ、なんかなんでこいつ生首取ってんのと思った。仮面なんだヒゲまで。ジェーレンは将軍らの客商であり、お互いに名誉の死を約束したという。おう、え、なんで師匠いるんだ。あれ、レナラは、え、このイベント進めたら生まれ直しできない、もしかして。そういうお話ある。でもいるよな、どこいるんだろうレナラ。え、まあ、とりあえずイベント進めるか。あー、我が弟子よ、またお前に助けられてしまったな。だが見よ、え、カーリアの女王もいない。アズル、ルーサと両親の体を迎え、学院は源流を決めるのだ。そして我らお年子はいつか輝ける星の子なんだろう。我が弟子よ、できればお前にはこのまま学院に残ってほしい。だがそれは叶う願いだろうな。お前にはお前の使命がありエルデの王になるんだから。だが忘れないでくれ、お前が王になるとも私はお前の死だ。お前は私の可愛い弟子だ。だから私は、いや、学院は新しい王に忠誠を誓うだろう。我が弟子よ、エルデの王になりたまえ。え、代わりに生まれ直したくんの。ああ、少し気が早いかもしれんのかな。これは私と学院の忠誠の証だ。危険のクリス。いつかお前に話したことがあったな。奇跡とは星の輝きであり、魔術とは星とその生命の探求なのだと。お前がエルデの歌だ。ぜひ教えてほしい。エルデンリングに宿る生命の神秘を。お前の授業が楽しみだよ。おう。ああ、それとな。ああ。王になれなかったらその時は私は戻ってくるでいい。何心配するな。いかにバカな弟子とて居場所くれば用意できるぞ。めっちゃ優しいじゃん。じゃあ一旦ロードとかしたら変わんのかな。ロード、あ、いるやん。あれ、女王になんか成り代わると言ったけど、でもセレンっているな。え、これセレン、もしかして。嘘でしょ。我が弟子よ。え、本当にこれになったん。あ、魔女の奇跡頭。え、何がどうなってこうなった。さすがにレナラとかさ、いなくなるのはちょっと嫌だけどさ。え、なんで魔女の奇跡頭。この矢先だけ奇跡頭は、特に卓越した女性の魔女を描くのに魔女の二つのともに当てられたと。はぁ、なぜ師匠、すごいゴミのように隅に追いやられてるやん。なんでレナラに話してもわかんないしな。よくわからねえ。じゃあ今日はラストで、まあ勝ったか負けたかどっちかわかんないけど、周りに言っときますか。この武器で一回でも挑戦しとこう。うわー、無理か。一撃目が回避できないな、これ。はい、というわけで間違っていなければおそらくね、340かな ?30 か。10間違えたね。というわけで次回はですね、まあ、この武器新しくして、オート行くか、マレリアもう一回挑戦するかですね。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。